明日も楽しみにしていたまえ。おはよう。もう朝だよ。さあ、起きたまえ。朝食をとったら玄関前に集合だよ。何やら麻世先生の話があるとのことだ。さあ、僕も詳しい話は聞いていないんだが。全員来たね。じゃあ発表。今日の予定は海で適当に遊んでこい。はい、適当に遊ぶ。じゃ、そういうことで。ちょっと待ってください先生。今回の合宿は30日の大会に備えての強化合宿という話では。そういうつもりだったんだけどさ、私も最初は。最初は？知らないでありますか、アゼミヤ君。有名なはずなんだけどね、うちの町じゃ結構。嘘、そんなのも知らないの？そんなんでよくも。よしきはさ、今年の春まで将棋に全然興味なかったわけだから、しょうがないよ。簡単に説明するから、あとは自分で調べて。あれと似たようなものね。川上九段を記念して11年前から始められている大会なの。伝統芸能は生きてる人のものでしょ。
言葉のあやよ、言葉のあや。名人が輩出されたようなとこじゃ大抵やってるらしいよ。世間知らず？あゆみのことじゃないから。あって、あゆみ、声大きい。でね、毎年うちの将棋部も参加してるの。去年一昨年なんてかなり上位に入賞したんだってさ。あゆみが出ればあんたたちなんてコテンパンなのに。男女混合の大会だからね。確かにそうかも。あれ？そういえば去年もその前もあゆみちゃんもあさりさんも見なかったような。私一度見た人を忘れないんだけど。ゆうなね、あの大会嫌いなんだって。だから私も出たことないっす。そうなんだ、もったいないね。あ、あゆみ、私のことはどうでもいいでしょ。それよりそこの怪人に話聞きなさいよ。海のそこの人のこと。軍人将棋なんていきなり差し出すから変だと思ったのよ。調べてみたらこれがもう怪人もいいとこ。大会の軍人将棋部門、一人の女が10年連続で優勝してるのよね。連続？去年と一昨年は、梢先輩が優勝したって聞いてたけど。大会って今年で何年目っすか？だから。軍人将棋部門は今まで全部その女がかっさらってるってこと。
そんな怪人相手にして不意打ちで刺せって言ったって勝てるわけないじゃない。あ、わかった。ユーナ、自分が負けて悔しかっただけっすね。私はどうかしら。5年前からずっと旧帝国海軍中尉の重松氏が準優勝まで来ているから、もしかすると危ないかも。そこの数名、さっきから何をこそこそと話して。まあまあ、そういきり立ちなさんな。大会は大会で、今はそれに備えて遊んでおきなさいって。しかしですね、肩肘張って頑張っても強くなんてなれないんだから。違うか。先生がそう言うなら。やったー！感謝なさい、感謝。ところで少年、さっきからあんたたち何の話を。大会のこと知らなかったんす。へえ。あ、まあね、そういう人もいるさね。大会つったって別にありがたい儀式でもないわけだし。そういう理由でこの場所に宿を？遠くに来るからおかしいとはうすうす。先生のトラップにまんまと引っかかったが。攻撃！やったな、この！
お返し！タスクジンが水かけた。選手防衛です。あゆみちゃんが先にやってきたんだからね。ぼーっとしてですか。よしきもよしきも。
排水口撃は安か。じゃあ違うのって言ったらスイカわられ。あ、それパス。私もごめんね、カロクさん。えぐいもの見ることになるかも。覚悟してて。えぐいって？よし、これで準備できたかな。うん、我ながらいい出来。あのね、アサリさん、ちょっと危ないんじゃないかな。そういうのは発案者に言ってよ。そっか、あゆみちゃん。クラゲ元気ね。嘘、どっか行っちゃった。あゆみちゃん、では私を止める人間はもういないと。じゃあ行くよ。覚悟しろよ、アサリア様式。この調子でバンバン行くわよ。うまい具合に割られろよ、アサミア様式。頭割られたら死んじゃうでしょ。
ほどほどにね、アゼリさん。はーい、それじゃあと2スイカでおしまいにします。まあ2つくらいなら。捕まえた。よくしよう、海、せっかく来たんだから。私犬かき得意なんすよ。ぷよこはクロールがうまいんだけど。